どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、とうとうやってまいりました、みなしごの仕事、1周年記念ですね。アニバーサリー直前のね、イベントやってまいりました。まあ、主なところはですね、ガチャが主なので、今回はガチャを中心に紹介していきたいと思います。ガチャは引かないので、申し訳ありません。紹介のみとさせていただきます。まずはね、お目玉というか、ね、目当たらしいのはですね、こう、今映ってます。無料充電ガチャですね。これが毎日1枚このチケットがもらえてですね、充電を1回引くことができます。で、280連目までっていうことは28日間ありますので、まあ、毎日引くのもよし、貯めて280連するのもよしっていう感じですかね。個人的にはね、初心者の方は毎日引かれていった方がいいと思います。キャラクターをね、すぐに集めるという意味でも、ぜひとも、早くね、揃えてあげればいいと思います。そしてですね、まあ、ね、100連目に SR1 体、280連目に SR 以上1体ってありますし、200連目で SSR1 体ということですね。そして何よりも、この3000桜さんがね、なかなか今のところ手に入りにくい、工場落ちしてない、キャラクターですね、3000桜が手に入る可能性がありますので、ぜひとも、この時に引いてみればなと思います。そしてこちらですね、期間限定入り、みなしごセレクト、ステップアップガチャですね。まあ、ステップアップするごとにですね、みなしごアイテムガチャチケット20枚、アイテム30枚で SSR 武器のねチケットも手に入るっていうね、まあかなり、いいんじゃないかっていうところもありますね。まあセレクトの対象としてはね、期間限定ユニットがいますので、まあ、期間限定ユニットに関してではちょっと調べていただいた方がいいかなと思います。画面に載せてるかもしれないですけどね、私は4体6体だったかな、ウェディングと、水着イベントの前半は持ってないので、そこをどうしようかなと悩んでいるところですね。まあまずは、好きなキャラクターを取ってあげて、このみなしごアイテムガチャチケットをゲットすると。で、3ステップ目で確実にゲットということですね。セレクトするので確実に手に入りますということで、1万5000円払えれば、期間限定もしくは好きなキャラクターですねが、手に入るということですね。この先進も同じことですね。先進に関してはこう4ステップですね。4ステップとですね、これはすごいな。チケットガチャ20枚30枚40枚90枚ですね、合計90枚、SSR の武器の方も確実に1枚手に入るということです。でそれに伴ってで、さっきは紹介しませんでしたけども、みなしごアイテムガチケットガチャですね。こちらが進むごとに、みなしごアイテムガチャチケットが20枚30枚50枚ですね手に入るので、チケットの方で50枚、1回ですね、1回のみですね。これは危険ですね。危険な匂いがするな。50枚、50枚ですよね。50枚、10連ガチャですね。50枚ですね。1枚1回で引けるということは、50連できるということですかね。まあ、50連できたら、まあ、いいでしょう。で、そこでまたこの1等のピックアップ、2等のピックアップ、3等、4等、5等、6等と。で6等にも期間限定のねユニットは手に入る状況なので、どう分配するかはあなた次第と言ったところですね。まあね、欲しいキャラクターを低い確率にした方がいいのか、高い確率にした方がいいのか、結構悩みどころですね。先進の方もそうですね。
90枚手に入りますから、ここもね、期間限定を狙うのか、メギドをもらうのかですね。さあどうなるかっていうところですね。ここら辺も、ご自分で決められたらと、決められたらと思います。であとですね、今日から金土日ですね、この3日間で、期間限定ですね、復刻しまして、第1弾として花嫁ユニットですね、キャラクターが、この4体ですね、4体が手に入るかもしれないということですね。まあ、優勝ガチャじゃないので、有効に使っていけば初心者さんでも全部ゲットできる可能性はありますので、まあ、ぜひとも、引いてみてはいかがかなと思います。まあ、これがね4週分ありますから、4つのイベントですね。1週目が花嫁、2週目が、水着イベント前半で、3週目が水着イベント後半で、4週目がハロウィンイベントということになっております。ハロウィンまで来ているのにハーフアニバーサリーのキャラクターはどこに行ったのと、叫ばずにはいられないんですけども、どこかで必ずぶっこんでくると思うので、そこら辺は記載していますよ運営さんということでね、期待していきましょう。あとですね、コラボイベントもありましたけども、コラボといえば私がやってなかったのはちょっとわからないので、置いときますけども、イレブンアイズと、ハロウィンまでだからちょっとジブリールは、外れてるとは思うんですけども、こちらはね、他の作品の、コラボということで、他の作品自体とのコラボが復刻するか、新しいコラボがあるときについでに復刻するかっていう時以外は手に入らないので、これはね、長くやってる人しか、無理ということになります。こればかりはね、どうしようもないです。版権がねいくら、DMM にあるとしても、特にイレブンアイズはね、やれそれと、復刻することはないんですけどもね、まあ復刻してくれた方がいいと思いますけど、みすずさんが手に入らない、二度と手に入らないというのは残念なところです。まあね、それは置いといたとしても、4イベントのね復刻キャラクターがね手に入るので、ここはぜひ、使っていっていけばいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、こっちを回すよりも天井覚悟でこっちを回した方が4キャラクターが手に入る可能性があるので、私的にはこっちをおすすめしたいと思います。1万5000優勝チケットで、まあ他にも引ける可能性はありますけども、1体、まあ武器も SSR 武器も手に入るんで1体、これもねちょっと価値観の問題なんで何とも言えないですけどもね、私的にはこっちを回した方がよろしいかなという気はします。まあこれはね、それぞれの皆さんのやり方次第だと思います。他にもね、情報が入ってきましたら、動画等々ですねやっていこうと思います。武器とかね、攻略情報に関して言えば、Twitter なり何なりで SNS 関係で、わからないと言ってくれれば親切な、方が絶対にですね教えてくれると思うので、ぜひぜひ、投げかけてみてください。わからんぞとね言ってくれればと思います。であとですね、ちょっと今ですね、私はこのような感じで、ゲスト戦士ですね出しております。初心者の方、いらっしゃいましたら、概要欄にね、貼っておりますので、
私の ID をね貼っておりますので、こちらの方にね、私の方に、来てもらえれば、申請してもらえれば、人数が余っている限りですね、フレンドさんの数が余っている限りは、やって、フレンドに なると思いますので、このキャラクターでよかったらどうぞ申請してください。プロフィール、そうですね、下手にプロフィールとか出すとね、ちょっとめんどくさいことになるんで、ゲスト精神ですね。なんかここら辺はね、ちょっと晒してもいいのか分かんないですけどね。さあね、こういう風な感じになっておりますので、ぜひぜひこれだったらね、あのストーリーぐらいはクリアできると思いますので、あの申請してみてください。今回はね、ガチャを中心としたもので終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラー様対最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラー様対